はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ミニチューブです。朝晩少し肌寒くなってきましたね。おっとっとっと、失礼。ですね、皆さん寒い、車内が寒い時ですね、AC ボタン使われてますかね。これこうしてやると、まあ当然暑い時には冷たい時には暖かい風を出してくれる。昔はオプションだったエアコンなんですが、これから秋が過ぎて冬場になると、私はいつもしてることなんですね。今からすることは、バッテリーに対しての負担軽減と燃費ですね、燃費の節約、ガソリンの節約のためにやってます。それはですね、外が寒い時の場合はですね、エアコンを AC をオフにしていただいて、それから、ダイヤルを、私の場合はマニュアルで操作するので、こういう風な形になってしまいますが、それでもですね、十分暖かい熱が出てきます。なぜ出てくるのか、詳しいことをですねお話しするとちょこっとご理解、私の伝え方が難しいので、そこはですね皆さんご存知かと思うので、私の場合は冬場このようなやり方をしているということです。今はですね、とっても車内も外もまだ暑いので、今日のところはですね、エアコン冷却じゃないや、冷たいね、エアコンつけて走っていきたいと思いますが、普段はこちらダブルRシフター使ってるんですけど、ちょっと固定、カメラを固定する位置の関係でですね、オートマモードで走らないといけない状況ですので、その点は、申し訳ないと思っております。で今の燃費、平均燃費ですよ、ディスプレイに表示された、私としては劇的な下がり方をしておりまして、平均燃費1リッターあたり 22.4 となっております。夏場エアコンつけっぱでギャンギャン走っていたこともありますし、ハンドルカバーを外してね、峠に「オラ!」とか言いながらですね、ノーマル NA アルトですけど、どうしても山道になっちゃうと、ちょっとだけねアクセル踏みたくなる衝動があります。それでも23.8 を示していたんですが、リッターあたり、しかしながら今現在 22.4 ということは、やはりそれなりに、アクセルの踏み込みやと、エアコン等の使用状況が悪かったんでしょうね。
最高記録が 25.2 でしたかね、私の場合は。満タン砲でいくと、約530キロぐらいは走りますよということですね。グレードをもう一度申し上げると、HA36S グレード F アルトになります。あと AGS 仕様ですね。ご覧の通りのやる気にさせてくる AGS 仕様と、このダブルアッシフターの、乗り味っていうか、こうドライブとかでもそうですけど楽しいですね。ぐーっとアクセル踏みっぱで伸ばしてやってシフト転移するっていうのは結構気持ちいいですね。ということでですね、また話が飛んでしまったんですが、冬場私ミニチュアがやっている、バッテリーへの負担と、燃費、まあ、ガソリン代の節約につな、がるエアコンの使い方でした。今日もですね、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。グッド評価とコメントをですね、どしどしいただきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録